はっとりは、大化の改新以前に、はたの技術をもって朝廷に仕えた品目。木、織部が点火したもの。後に、部の音が取れ、即音が入って、はっとりとも発音されるようになる。副式とは、はたの役言で、木を織ること、及び、それを制御とする人を指す。副部署のような地方の友の宮津湖に統率され、はっとり全体を、中央のはっとり連士が、<ヶ> 友の宮津子氏族として干渉し、朝廷に織物を収めた。新先生四録では、摂津国の服部蓮連は、陰行天皇の時代に、織部司に任じられ、諸国の織部を総領した、となっている。和名類受賞によると、服部の住む服部号は、西海道を除いて、日本全土に広く散在している。和道六年まで町を収めてなかった、武蔵国及び、 演技式の制定時まで、同じ口調を奉納していなかった、安房国、佐渡国を含むことから、絹ではなく、麻布などの植物繊維の製品を生産したことが、推察される。朝廷の織部としては他に、神、ハットリ、天ハットリ、和文部、長畑部などがあり、伊勢国の神ハットリは、伊勢神宮に奉納する、秋冬の神威を担当するなど、特定の職務に従事した。 後にトライニン系統の五福部、コロモヌイ部などが設置された。古事記によると、開花天皇の御子、彦座王の子供である上大根王には、美の国の元須国像、長畑部蓮の祖という宙が挙げられている。また、王神天皇のお世に、くだらより、でひと勘鍛え、名は、たくまた五福の西祖二人を、三木のりきとある。日本書期巻、第十によると、 王人天皇は姫である、兄姫が親を思って悲しんでいるのを気の毒に思い、キビ国の実家へ帰らせた。その後、様子を伺おうと半年後に狩猟にかこつけて、淡路島からキビへおいでになり、小豆島へ旅行した天皇一行は、ハゲンアシ足主宮にやってきた。そこで、キビ人の祖先である、三友明一家の艦隊を受けた天皇はその恩に、報いるために、彼の息子らに、 キビ国を分割して授け、ミトムワの妹である、兄メには、織部を与えた、とある。王神天皇の時代には、アチオミフ氏が、南朝に使いをして、兄メ弟姫、呉式、関式の4人の皇女を連れ帰っているが、このことからも、大陸の文明によって、旗織りの技術が進歩したことが伺われる。染色師研究者の大田映像の研究によると、5世紀の、 古墳から出土した絹布は、おさを使って織られたものではなく、館内の画像石に見られるような古い布木か、それ以前の道具を使ったと考えられる。ところが、6世紀の中頃の古墳から出土したものでは、おさが用いられたことがわかり、陸長時代の絹木,の木や布木によって織り上げられたものだと思われる。旗織機の進歩により生産性も良くなり、原始期では1月に1匹だったものが、 十数匹を織り上げられるようになったようである。そして、余ったものは支配者へ奉納され、さらに残されたものが交易に用いられたのではないか、と推定される。ハットリなどの部は、大化の改新によって大半が解放されたが、律令体制において、トライ人形の一部の部は引き続き拘束され、大蔵省の悲観である、織部司などに属した。ありがとうございます。